今ポコタンはダイエットをしているんですけど、今回はポコタンが普段食べているご飯について解説したいと思います。ポコタンは着々と今ダイエットで体重を減らしていて、前回少し病気で体重増えてしまったんですが、その後また下がり始めました。今のポコタンはおやつを減らしてご飯の量をちょっと増やしてるんですね。ポコタンは今まで1食 10g ドッグフードを食べていたんですが、今も同じ量を上げています。ただおやつを減らしているので、これにプラスおから、これを入れてあげています。お腹が膨れるように入れてあげてるだけなんですけど、大体です、ざっくりと入れてます。まずおからですね。あともう一つ、こちら K9。 ポコタンは外で今散歩を1時間行うんですが、筋肉をたくさんつけるために、良質なタンパク質を摂るために、このドッグフードに K9 を入れてあげてます。今これあげているのはラム肉ですね。これも大体ですね、そんなに量はいつも気にして計算していないです。こんな感じで潰して入れてあげてます。ダイエット前よりも一食で食べる量はかなり増えました。はい、こんな感じで手で潰します。あとポコタンは水分をあまり取ってくれないので、これに水を入れます。本来はこれをふやかす時間が必要なんですが、もう食べたくてしょうがないんですよね。なのでポコタン我慢できないので、このままあげちゃってます。これをポコタンは朝と夜1日2食食べています。じゃあ早速食べてもらいたいと思います。お座り、お手、お座り、お手、おかわり、顎、お座り、お座り、鼻、ハイタッチ、おまわり、ハイタッチ、お座り、待て、待て、まだだよ、待て、よし。この揚げ方をするとポコタンは水分もしっかりと取ってくれるんですよね。ドッグフードに水を入れるだけだとほとんど食べてくれないので、K9 とおからがいい役割を果たしてくれています。ダイエット前よりも1食の食べる量が増えたので、おからで膨れる効果もあって満足感もかなりあると思うんですよね。あ、もう食べ終わりましたね。ポコタン今空のお皿をずっと舐めてます相当美味しいんだろうね。はい、というわけでまだまだポコタン目標体重には届いていないのですが、この調子で引き続きダイエット頑張ってもらいたいと思います。ポコタンもう食べ終わってるよ、入ってないよ、もうすごいね、そんなに美味しいんだ。